リモートワーク研究所、江友です。今回は生成 AI での業務改善事例として、真剣ゼミで有名なベネッセさんのウェブサイト運用でコスト4割削減という事例を紹介します。これ実はベネッセさんと私が顧問やってるメンバーズ、あとは私が新卒で入ったビービットという会社、3社の案件でして実際にやられていると。で、この案件を担当していた責任者のメンバーズの清水田さんに今回インタビューさせていただいて、どういう背景でこのプロジェクトが始まったのかであったり、どういうプロセスで検討したのか、何をしたのか、またこれを振り返って実際どういうふうにやるとこういった案件の改善プロジェクトがうまくいくのか、こういったことをリモケインタビューで聞いてきました。内容としてはこういった流れで、今申し上げたような流れであったりプロセスであったり、あとは成功のポイント、しっかりお伺いしてきたので、ぜひウェブサイト運用に限らず生成 AI を活用した業務改善プロセスの事例として聞いていただけると幸いです。このチャンネルではリモートして AI 時代に必要なツールやノウハウ、最新情報を実践的ビジネス視点でお届けしているので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。さて、今回はリモ系インタビューという企画で、他では得られない実践的な知見を業界の第一人者に聞いて、私が勉強し、そしてそれを皆さんにシェアするという企画になります。今回はメンバーズでカスタマーサクセスプロデューサーとしてクライアントワークの責任者をされている清水畑さんにお伺いしました。さて、まずはですね、なぜそもそもこのベネッセさんの案件、ベネッセさんの運用の中で生成 AI 活用という話が始まったのか聞いてきました。運用課題のところなんですけども、ウェブ制作の作業工程に時間がかかるっていうのは、今、真剣ゼミのコンテンツっていうのは、毎月、6月号とか7月号、8月号っていうように、当月の、会員さんを申し込むための、ページを、毎月こう更新してますと。そこの更新作業が、実はいろんな教材がこう入れ替わったりとか、申し込んだタイミングによって特典とかが変わってくるので、更新頻度が高いページになってるんですけども、一つのコンテンツをリリースするまでの、このリードタイムが、8週間ぐらい。あったんですね。 DM を作っている間にウェブを作るみたいな、工程が発生するんですね。で、ここの中で、お互いこうコミュニケーションしながら、我々はウェブを作っていくんですけど、ここのこう連携だったりとか、出来上がった後の、ちょっとズレだとか、 DM を作りながらウェブを作ってるんで、この長さがあったりとかっていうところが全体的なこの運用の課題になってましたっていうところになります。ベネッセ社員 その制作スキルにばらつきがあるっていうふうに書いてあるところに関しては、ウェブはだいたい保護者さんがスマホで見るっていうような特性があるので、媒体に合ったライティングをしなければいけないっていうところがあって結構難しいですね。で、最後のこのフローでの公開するまでの最終的なこのイメージがずれるっていうところに関しては、リリースした後のイメージっていうところがやっぱりその最終的にちょっとずつこうずれていったりとか、もう少しウェブではこういうことを言いたいとか、こういうところをちょっともう少し訴求として強めたいみたいなところがあるんですけども、こだわればこだわるほどやっぱりそのお戻しの回数が増えていって、その制作のこの期間も間延びしてしまうっていうところがある。自分も制作現場でずっとコンテンツの更新とかをやってきていた中で、確かにめちゃくちゃ時間かかるなっていうのは感じてたし、こだわればこだわるほどこの修正回数も増えていくっていうところはすごいあったので、今までこう結構力技でエイヤで乗り切ってたところを、もう少しインテリジェントにやらなきゃねっていうところで、いろいろこう工夫をしてったっていうところですね。で、今まではなんか CMS を導入したりとか、なんちゃらツールを入れて少しでもこう早くしようみたいなところがあったんですけど、それでも体制っていうところは劇的に減らないので、そこはこの今回の改善した考えるところでは、めちゃくちゃ頭を使ったところかなというふうに思ってます。ということで3つの課題お伺いしました。これじゃあ私なりにもう一回再整理すると、こんな構造があったのかなと思いまして、まずそもそも関係者が多くてコミュニケーションが大変と。ベネッセさんの場合にはダイレクトメールチームとウェブチームもありますし、さらにそこに責任者から担当者までいろんな階層があり、さらにそこにはメンバーズもいるということで、人数が多くて大変なわけですね。で、これってある一定以上の規模の会社においては同じことがすごくあるかなと思っていて、一人のウェブサイトを自分だけで更新しているときには自分で思いついて直したらいいと、確認も自分だけということでめちゃくちゃ簡単なんですが、特に大企業とか、発信をするときにしっかりしなくちゃいけない、人数も多いというところになると確認も大事ですし、コミュニケーションも大事ですし、これが階層をどんどんまたぐわけなんで、1回修正して確認するだけでも1週間かかり、戻ってきて直すのに1週間かかり、さらにまた確認して1週間かかると、何回か往復したら2ヶ月
月ぐらいになっちゃうということはやむなしではあるんですが、これがまあ大変なわけですね。でさらには指示と作業の分離ということで、担当者が自分で直せればいいところも自分ができないことがあるので、 Excel で指示書を作ってお願いするとか、メールでお願いするとかいう感じになっていき、そうすると自分で直すんであれば簡単なのに、人に依頼しなくちゃいけないとがぜん面倒くさくなるわけですね。このコミュニケーションコストも高いと。でさらには担当者のスキルとして文章を作ったりとか、ウェブに合わせた形で文章を直していく、こういったスキル感も当然様々なばらつきがあるので、なかなか完全に任せようと思っても難しいよね。こういう課題があったと。さてこういった課題に対して、じゃあ生成 AI を活用してどんな風に改善をしていくのか、これをまずどういうプロセスで考えたかというのをお伺いしました。自分たちの力だけでこう改善施策を作り切るというところは限界があるので、まあ、メンバーズ そのグループ会社からとか、あとはその、まあ、池田さんも一緒にご相談に乗っていただいたり、どこに一番時間がかかっているかっていうところをこう特定して、その部分をどういうふうにすれば改善できるのか、抜本的なこの見直しっていうところをこうしていったっていうような形になってますね。あくまで生成 AI は削減の手段っていうふうに我々捉えていて、生成 AI だけじゃなくていろんな便利なツールっていうのは世の中にたくさん転がっているので、まあ、そういったものを組み合わせながら目標としていたその削減率になれば、まあ、手段は何でもいいのかなっていうふうに考えてトライしてましたね。ということで検討の流れなんですが、まずは業務のプロセスを可視化した上で、その中で活用可能なツールや手段を考えると。でこれポイントになるのは、最後にも改めて伝えるんですけど、生成 AI 以外も当然考えるべきと。チャット GPT ができることと CMS ができること、 CMS はコンテンツマネージメントシステムで、まあ、自分で簡単にブログのようにサイトを更新できるツールですが、これでできることと RPA でできることと全然違うわけでして、最適な回も異なると。1個でこだわるんではなくて、最適なツールがどんなものがあるかを整理していく。この上でそもそもプロセス自体をギュッと圧縮し変えてしまったアプローチもあれば、プロセスは一緒でその中の特定のタスクに関してツールを使って最適化していく、まあ、こういったものを両方考えるわけですね。でこれってやっぱりいろんなツールや手段がある分、一人だけで考えたり完全解出すのは難しいので、私も含めて詳しい人間を伝える上で、知ってることをそこで組み合わせて、この業務プロセスをもっとこうしたらいいんじゃないかというふうに考えていくというのをメンバーとしてやっていると。で多くの会社がおそらく同じような形で今後生成 AI を活用したいよねという話から始まるんだけど、実は全然関係ないツールが良かったりとか、いろんなものを組み合わせてデジタル化 IT 化していくということになるかなと思うので、同じようなプロセスで考えていくことになるだろうと思っています。さてこういったプロセスで考えた結果、今回のベネッセさんの話においてはどういう改善の方向性が出たのか。フロー の抜本的見直しに加えて、社員さんのライティングスキルですね、ここを生成 AI に置き換えたっていうところと、あと Excel で指示して、でメンバーズがそれを受け取って修正して、でその修正したコンテンツをまたベネッセさんに見てもらってって、この工程が、このキャッチボールが時間がかかるっていうふうにフローとしてはその課題感として捉えたので、そこを Excel 指示書をなくすっていう、結構ドラスティックに変わるところなんですけど、ノーコード CMS で実現しようというふうにしました。まずフローの説明をさせていただきます。左が、今までのフローになっていて、右側が今回新しく変えた、リードタイムになります。一番この中で、時間がかかっているところってどこだろうみたいなところを、特定しながら、新しくするとしたら、先ほどの手段ですね、テキスト生成 AI で、ライティングをしようっていうところと、あとはノーコード CMS でそもそも Excel での、指示のやり取りをなくそう、コンテンツも、自分たちで入れれば、まあ、それが一番早いよねみたいなところを踏まえて、モデルを、作ったっていうのがまず一つです。まずはこの図にあるように、元々のバージョンから新しいバージョンに結構プロセス自体をギュッと圧縮してなくしている部分もあるわけですね。まあ、今のツールであったりとか様々なサービスを活用するといらない工程とか完全になくす工程もあるよねっていう発想があるのは非常にいいかなと。でこの中で生成 AI 使う部分とコンテンツマネージメントシステム CMS で解消する手段の2つがありまして、それぞれどんな風に活用したのかお伺いしました。その次に、具体的なそのライティングの仕方のところに関しては、ベネッセ専用の、ライティングツールっていうのを、作りました。ここは、まあ、チャット GPT-4 で、作ってます。教材の説明データをこう入れまして、で生成ってやると、いくつかのライティング案が出てくるんですけども、あらかじめ、まあ、スマホとか PC で見た時の、文字数に違和感がない、
文字数を設定して、生成することで、まあ、普通に人間が作るよりかは、その文字数があったものが出てくるっていうのと、あとはその複数案出てくるので、この中から選んでもらって、でもしくはまあ自分でさらにライティングを付け加えてみたいなところができるようになったので、まあ、かなり考える時間と、あとはそのこだわる時間っていうのが短縮されたっていうような事例になってます。当然 NSGPT とか使うにしても、あのプロンプトをこう送らなければいけないので、人によってはそのプロンプトの送り方、まあ、指示の仕方によってアウトプットされるものとか質が全然異なってくると思うんですね。そのあたりを、まあ、誰でも簡単に使えるっていうふうにしたくって、使う側に関してはもう入力するだけでいいと。で、裏側でもあらかじめプロンプトを組んでおいて、結構複雑なプロンプト組んであるんですけど、ベネッセらしさみたいなのも出すようにプロンプト組んでるんですけど、専用画面を作った方がいいよねっていうような結論に至ったっていう感じです。この専用の画面作ったっていうのは結構重要かなと思ってます。ベネッセさんはかなり早期にベネッセ GPT、 社内で誰でも使える環境は作っているんですけど、やっぱりそれを全員が使いこなせるのか、またうまく質問できるかっていうと、きっとそうではないよねと。で、今回の案件においてはメンバーズが GPT-4 を使った専用のツールを作り、担当者の方はその専用ツールで必要な項目を入力するだけで、煩わしいプロンプトとか難しい設定をせずに必要な情報が出てくるというふうになってるわけですね。かつこういうツールのいいところは、ツール作るところにはコストかかるわけなんですけど、一回作っちゃうと後かかるのは重量費用だけであって、あのアカウントをずっと月額で雇用したりとか必要する必要はないので、一つの業務に根ざした形で使うという意味では、こういうツール作っていくのは合理的かなと思っています。さて、こういうツールにおいてはやっぱりセキュリティどうするのかっていうところは懸念があるかなと思うので、これも聞いてみました。他の会社様もセキュリティに関してはものすごく気にしている部分かと思うんですけども、あのベネッセさんも同様で、まあ、未公開情報が先にこう外に出てしまうとか、そのベネッセさんの情報がさらに競合さんに使われてしまうとかっていう、まあ、可能性もなきにしもあらずと思ってますと。なので今回の、Web UI に関しては、あの API を引き込んで、その専用の、環境の中でテキスト生成をするっていうふうに、しているので、あの外に出ていくってことは、ないような設計になってますね。ところで、まあ、今回は Azure を使っているわけなんですけど、 Microsoft Azure とかそういうような企業専用のクラウドの中に構築することで情報が出ないようにしているというのがセキュリティ対策で、まあ、多くの会社もやっていますが、専用ツールを作るとそういうこともできるという話ですね。さて、もう一個 CMS を使って効率化していく、 Excel の指示書をなくすというところも聞いていました。続いて、まあこちらがノーコード CMS の、お話になるんですけども、ここはあのスタジオっていうノーコード CMS をあの使わせてもらってます。で、この CMS 上に、まあ、あらかじめコンポーネントを用意して、であとはあの更新するページの、本体ですねを、登録しておいた状態で、ベネッセさんに触ってもらう。ベネッセさんは例えば12月号を作るってなった場合は、商品の、まあ、棚卸し部分だけ更新すればあのいいっていうような状態になってるので、あの Excel をこう触る感覚、まあ、Excel とか PowerPoint を触る感覚で、あの簡単にコンテンツが更新できるっていうような、ものになってます。なので先ほどあの生成した、テキストも、ここに流し込むことによって、まあ、大体今までこうメンバーズとそのベネッセさんとやり取りで、まあ、中2、3日かかってたような更新も、もうベネッセさん自身で直せるようになるので、手戻りもないですし、その指示をする必要もない。で、確認するのは、自分っていうふうになるので、圧倒的に、効率化ができたっていうような、ものになってます。ところで今回の具体的な改善は、まずこういったツールを導入してコミュニケーションをなるべく圧縮して効率化していくという方向性と、文章を作るという特定の領域においては専用の生成 AI ツールを使ってスキルを補填していくと。で、その中では誰でも使えるように、まあ、UI というか、インターフェースを簡単にしようという話と、 Azure 等を使ってセキュアな環境で法人でも使えるようにする、こういったことを導入することにより、まあ、しっかりと運用が回るようなプロセスを作った上で実際に改善をしたという話でした。さて、こういった改善をした結果どうなったのか、成果に関してお伺いしました。実際に、先ほどの業務プロセスが出来上がって、まあ、トライアルで回した、時に、まあ、あの8週間かかってたものが3週間に、
単位化できたっていうところと、3週間になったっていうことは、その分かけるリソースも少なくなっているので、まあ、コストも、体制もかなり圧縮することができました。ということで、今回の新しいプロセスによって非常にこう大きな成果があると。納期は2倍以上、それによってコストも約半減、さらには体制として、まあ、受ける側のメンバーズの人数が10名から3名で済んだと。でこれ7名浮くじゃんって話なんですけど、これ浮いた人間は別の領域に当てるであったり、このコスト削減したものをもっと攻めの領域でもっともっといいクリエイティブを作るとか改善をするというふうに当てることもできるわけなので、これはまあメンバーとしては全然ウェルカムということで、もっともっと成果上げる方に投資をしていきましょうねというふうにいくわけですね。まあ、このような特定の業務のプロセスにおいて生成 AI であったり他のツールを活用しながらプロセスを改革していくというのは、まさにこれから非常に多く増えていくと思いますし、おそらく今回のように大きな成果が期待できるシーンというのは規模があったりとか難しい部分ほど実は多く残されているんじゃないかなと思うので、非常に今後増えていくと思いますし、面白い領域になるかなと思っています。さて、まあ、今回は事例を通じて流れをご説明したんですが、こういったことを振り返った上で生成 AI を使う適切な期待値、そしてこれを活用した業務改善プロセスの成功のポイントってどこにあるのかを聞いてきました。最初はチャット GPT に何かしら指示をすれば自動で画像が出るとか、ある程度まとまった成果物が出てくるみたいな、なんかイメージを持ってその業務プロセスになんかどう組み込む検討してしまってたんですけど、優秀になってきたとはいえ、1個のこの指示で全部ページが出てくるっていう世界観とは程遠いと思っていて、なのでこういった業務ごとに縦に割って、でその中でどういう使い方があるのかっていうところをこう当てはめていくみたいな感じで考えた方が、実際はその今の業務とかそのベネスさんの文化とかみんなのこうスキルのレベル感に合ったその使い方ができるので、このマッピングが今は一番こうしっくりくるんじゃないかなというふうに考えてます。でこれ非常に重要な話でして、まさにこれ相談する時の入り口ってチャット GPT とか生成 AI 使うと AI が何でもやってくれるというふうに結構期待値上がりがちなんですね。今日も私は商談させていただいていて、話の中で AI があるとこんなこともあんなこともそんなこともこういうこともしたいよねっていう話に、生成 AI でできることからすごく拡大的な期待が盛り上がっていくわけなんですけども、そしてできることもあるんですが、実際にはあくまでも特定の業務のプロセスの一部を効率化するぐらいが生成 AI のまあ活用の方法なんですね。ベネッサンでは文章を作ったりとか、あとは特定の判別をしたりとかですね、ある程度決まったことでこれまでのように数値だけではない定性的なデータを解釈するとか、この辺はすごい得意で大量に量を回せるんですけれども、とはいえじゃあコミュニケーションの過程をできるかっていうとそんなことはできないですし、権限構造とかもできないですし、もっと普通に定型的な自動化は RPA とかマクロのが全然いいわけなので、そういうことを組み合わせた上で適切にやっていくというのが非常に重要でして、話の入り口として生成 AI とかチャット GPT で業務効率化っていう話が出るので機運としてはいいんですけど、実際できるかっていうとそういうことはないので、そこの期待値っていうのは適切に持ちながら考えていく、クライアントサイドであったり受けるベンダー側としては考えていく必要がすごくあるなと思っています。さて、ではこういったまあ生成 AI というのは全部できるわけではないんですけれども、これを入り口として改善プロジェクトや改善の話が始まるケースはこれから増えると思うんですね。そういうプロジェクトが動いたときに成功するポイントって何なのか伺ってきました。目的ですよね。その生成 AI を入れるっていうところだけじゃなくて、まあ、その生成 AI を入れた先に、まあ、そのコストダウンなのか、でもその社員のスキルアップなのか、こういったところの目的が何なのかによってどういうふうに使うかっていうところはだいぶ変わってくるかなというふうに思ってますっていうのが一つ。もう一つのポイントが生成 AI に限定しないプロセス作りっていうところが大事かなというふうに思っていて、生成 AI で何でもできるっていうふうな、ところはなんか若干ちょっと期待値が高くてなんかできちゃうようなふうに思われるかもしれないんですけど、そうではなくって、現状は先ほど見せたマッピングみたいに業務の部分部分にどういう生成 AI なのか、まあ、最新テクノロジーなのかっていうところをこう当てはめていくっていうところが大事で、全部こう生成 AI でできるわけじゃないので、まあ、ここのその業務プロセス作りの中でどういう手段を取っていくのかっていうところが2つ目のポイントかなというふうに思っています。3つ目はですね、誰でも使える、UI UX が、大事かなというふうに思っていて、生成 AI って指示の仕方でアウトプットが全然変わってくると思うんですけども、ここを標準化する
その Web UI を、まあ、専用の Web 画面を作ることによって、まあ、業務の中でこう使っていくわけですから、アウトプットをあの均一にしていかなければいけない。なので、まあ、誰でも使える、Web UI と、あとはその裏側の部分ですね。ここをあのメンバーズがそのプロンプトエンジニアに、まあ、最適なこうプロンプトを組んでもらって、アウトプットを、まあ、いつでもこう、出しやすくするっていう工夫が必要になってくるわけなので、まあ、そこがまあ3つ目のポイントかなというふうに思っています。ということでポイント3つ。まずは目的や目標を明確化しようと。生成 AI とかをどこで使うのか、どういうふうに使うかによって、まあ、単に業務効率化なのか、人間を育てていくのか、はたまた違うのかってことは変わってくるので、この辺は明確にすべきだよねと。2つ目、生成 AI ありきではなくて、各プロセスの最適化を考えていきましょうと。いろんな IT ツールとか手段がある中で、生成 AI っていうのは1個の手段でしかないので、まあ、そこは限定しない。そして3つ目、誰でも使える UI、UX を作っていくと。まあ、特に担当者が多かったりとか、担当者が変わっていく可能性がある業務においては、特定の誰かだけで使えてしまう流れだと、その人に非常に依存してしまって、後から引き継ぎづらくなるので、このあたりをツールであったり、まあ、流れ全体を通じた担当者の体験ですよね。っていうことをやりやすくしていく。というところは非常に重要ということで、確かにそうだなというふうに思いました。このあたりが今後生成 AI を活用したというところで、生成 AI からまあ業務改善していきたいねというニーズが立ち上がってプロジェクトが始まった時に皆さんに考えてほしくてポイントになってくる部分かなと思うので、ぜひ参考になれば幸いです。ということで本日の内容は以上になりまして、最後に簡単に告知をさせていただきたいと思います。でまずはメンバーズですね。メンバーズというのはどういう会社なのか、清水さんに告知してもらいます。メンバーズの提供価値なんですけども、一つはあのデジタルビジネスを支援するアタカモ社員外部委託というですね、垣根を越えてお客様のビジネス理解とかその業務理解というところを社員以上に深く入り込んで業務をできる、まあ、その結果成果も高いっていうようなところで、二つ目は業務プロセス理解があるからこそメンバーズのアセットの中だけでプロセスの変革もできる、生成 AI の知識を使いつつよりこう生産性高く業務が推進できるデジタルクリエイターをご提供しています。3つ目はウェブだけではなくてアプリ領域だとか他の領域にもあのこの取り組みが応用できるので、このような3点セットで強力にクライアントのビジネス課題を乗り越えていけるチームを提供していくところであります。ということで、特にメンバーズでは大手企業様向けにこういったサービスをご提供していまして、あと私にご連絡いただいても大丈夫ですし、メンバーズ連絡してもらっても大丈夫です。概要欄の方に今回のベネッセさんの成功事例のリリースも貼ってありますので、興味がある方はぜひご覧いただいて、問い合わせだったりとか連絡お待ちしております。続けて私自身もですね、生成活用のいろんな支援をしておりまして、やはり多いのは活用研修ですね。サイトの方でも様々なサービスをご提供しているんですが、特に例えば名古屋鉄道様において実際2ヶ月間のワークショップを通じて500時間の業務削減に貢献したり、もう研修をしていく過程の中でですね、実際に成果を出していくということをやらせてもらいました。で特に課題感としてはチャット GPT のサービスを導入したり使える環境があるんだけれども、社内で活用に詳しい人がいなくてうまく使えていないんじゃないか、まあ、こういう課題感に対して入らせてもらった上で一緒に考えて開拓していく、こういったことを得意としているので、ぜひ興味がある方はご覧いただければ幸いです。また本ですね、販売中です。購入いただいた上でシェアいただくと特典があるサービスがありまして、関心がある方は概要欄ご覧いただいて申し込みいただければ幸いです。LINE の公式アカウントもやっていて、毎週の AI ニュースまとめの PDF 資料やいろんなイベントのご案内なんかをしておりますので、もしよければぜひ登録をよろしくお願いします。もちろん完全無料です。 YouTube の動画もどんどん出しております。毎週のニュースまとめもそうですし、新しい機能が出た場合の新しい機能であったりとか、いろんなイベントのまとめであったりとか、事例なんかも紹介しておりますし、結構もう動画200本ぐらいですかね、生成 AI 関連だけで出しておりまして、結構チャット GPT の次は何なのかとか、ちょっと未来を考えるものも出していたりしますので、まあ、こういったパッと見ていただいて興味を持てそうなものとか関心がありそうなものがあればぜひご覧いただければ幸いです。ということで本日の内容は以上になっております。生成 AI が始まってからまだ1年足らずですけれども、こういったいろんな事例であったり成功していく取り組みというのが増えていくのは非常に嬉しいなと思っていますし、これを1個の成功であったりとか一過性に終わらせずにどんどん活用していきながら、人間としてはうまく AI 使ってもっと成果を出していくという方向にいった方がいいと思うんですよね。先週あったマイクロソフトのイベントの中でエイジオブコパイロットというワードが出まして、今この画面にあるように人間と AI が横に座って人間が指示を出しながら AI と一緒に仕事をしていく、人間が得意な部分は人間がやり
AI が得意な部分は AI がやると。特に AI は単純な処理であったりとか、今なら情報の理解とか解釈とか文章作成とかいろんなものが得意になっているので、そういったものを AI に任せつつ、人間同士意思決定とか意思判断であったりとか、まだ AI にできないことをどんどんやっていく、こういうことをどんどんできると仕事がはかどると思いますし、この AI 側はどんどん進化していって賢くなっていくわけですので、人間としては AI に負けないとかですね、 AI ができることをすごく習熟しなくても、どんなことができるかを理解した上でうまく使いこなせれば、あとはもっと自分が得意なことやしたいところを伸ばしていくというふうに働くのがいい状況かなと思うので、まあ、こんな時代に向けてですね、このチャンネルではどういうふうに使うべきなのかとか、ノウハウが何なのかとか、また新しい情報としてこんな動きがあるよということをどんどん発信していきたいと思うので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。コメントやいいねもお待ちしております。それではまたお会いしましょう。リモートワーク研究所では、リモート時代に活躍して稼ぐためのツールの使い方やノウハウをどんどんご紹介していきます。ぜひチャンネル登録していただいて、私と一緒に学んでいきましょう。